はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、黄色革命ですね。リニューアル後の黄色革命ということで、うまくなったのか、まずくなったのか、果たして変わんないのか、ことでね、買ってきました。値段、以前より上がってますからね。1年、2年前ぐらいから上がりましたか、100円ぐらい。税込み1350円ぐらいか。高くなったね。ね、白瓶。それでは飲んでいきたいと思います。まあでも白瓶の黄色はほぼ変わんないでしょ。わかんないけど。まあ売れ筋商品だからっていうのもあると思うけど。アルコール度数40度。原材料がモルトとグレーン。基本的に売れ筋商品は、まあ、配合費とか、あれ買えないでしょ。配合っていうか。乾杯。うん。あれ？なんか変わった？なんか薄くなってない？あ、なんか、だいぶおとなしくなってない？なんか気がする。アルコール臭っていうか、昔はもっとアルコール臭がしたんだよ。こう、ビャーって強烈な、アルコールの、鼻に上がってくるような、ツンとした、アルコールのエタノールというか、ね。したんだけど、あれ？なんか随分おとなしくなったな。あれ、昔もっと、こう、口の中を刺すような、香りというか、なんていうの、この、樽の香りの匂いっていうか、臭い匂いっていうか、臭いっていうかさ、まあ、この角瓶独特の、この、なんていうかな。こう、スパイシーな味。そう、スパイシーな。スパイシーさが弱くなったね。ああ。全然昔よかスパイシーじゃなくなってん。なんか、劣化してない？あれ、なんか劣化してないか。なんかそれ薄くなってんの？これ。樽由来のこのスパイシーさっていうか、スパイシーな香りっつうのかな？が、以前よか、非常に弱くなってる気がする。いや。弱くなってる気がするじゃない？これ絶対弱くなってる。もうこんなんじゃなかったもん。昔のサントリーの角瓶は。もっと、初心者泣かせの、あ、てか、まあ、これ、大体ストレートで飲むとまずいんだけどさ。うん、普通に、あ、今でもストレートはまずいなと思ってるけど、俺が初めて飲んだウイスキーがこれだったんですよ。昔ね。まあ、約8年前か9年前ぐらいに。ポケット瓶の 180cc のやつをコンビニで買って、初めてウイスキーというのを飲んだんだけど、もっと、スパイシーさが、もっと上だった。1.5 倍ぐらい上だった。これよか。でも今のは、なんつうかな。熟成してないよね。これ。多分このスパイシーさっていうのはおそらく、その、モルトの熟成加減だと思うんだよ。ある種。樽の香り、木の香りがそのままダイレクトに伝わってきてると思うんだけど、薄くなってない？これ熟成年数抑えられてない？これ。まさかの。これがね、このスパイシーさがね、ストレートで飲むとまずいんだけど、ハイボールにするとまたバゲるんですよ。このスパイシーさはハイボールにすることによって、これはもう、角瓶はこれ、ハイボール専用機みたいなもんだから。これが重要なんですよね。
これ、ハグミをね、ストレートに飲んでるやつって多分いないんですよ。まずいから。多分誰しもね、ストレートでは飲まないんですよ。うん。明らかに弱くなってるな。香りが。これやっぱりあれじゃない?値段上げた時に多分、2年前ぐらいからこれ、角瓶値上げしたっしょ。100円ぐらい。そん時に多分、熟成年数、落としたんじゃない?多分、このサントリー角瓶はおそらく熟成年数、これ5年ぐらいじゃない?今のやつ。昔は多分7年とかだったんだよ。7、8年だったんだ。おそらく。嘘かもしれないけど。多分4年ぐらいだな、これ。熟成年数多分これ4年ぐらいの味。で、多分昔は7年ぐらいだったんだよ、おそらく。6年、7年ぐらいだった。そんな感じの味する。うん。すっげえ飲みやすくなってるもん。飲みやすくなってるっていうか、安っぽい味になってる。薄っぺらな味になってる。うん。例えるならば、昔の角瓶と、ブラックニッカクリアを1対1で混ぜたような味になってる。今のは。うん。すげえな。すげえなっていうか。俺黒角瓶しかずっと飲んでなかったからわかんないけど。わかんなかったけど。久々に飲んでみたらあれだな。全然違うな。俺ずーっと角瓶は黒角瓶しか飲んでなかったんです。っていうのも、明らかに黒角瓶の方が美味しかったんだよ。でも今は、もう黒角瓶がなくなったでしょ。ね。なくなったから、もうあれ終売したんだよ。てか終売っていうか、ホームページ見たら休止してたみたいな。休止って書いてある。ので、まあ、いつ売られるようになるかはさっぱりわかりませんけど。まあ、とりあえずね、ハイボールでも飲んでみます。まあ、ハイボール専用機だからね。角瓶はね。だから今、コンビニとかでも売ってるけど、角瓶のハイボールの缶あるでしょ。あれの濃い味っていうのが結構俺は好きなんですけど。だからあれは一番ハイボールの、缶で売ってるハイボールの飲み物では多分あれが今んとこ一番美味しい。うん。多分。てかそもそもハイボールの缶の飲料ってあんまりないからね。逆に言うと、あれでサントリーのか、山崎とかのハイボールとか売ってほしいぐらいなんだけど、全然売られないからね。ニッカも、ブラックニッカクリアのハイボールのやつ売ってるけど、あれはあれでまあ、まずいしね。普通にね。薄いしね。まあ、クリアだからしょうがないんだけどさ。そんじゃあ、乾杯。あ、やっぱ弱くなってんな。パンチがないな。あ、やっぱりあれだね。すっげえマイルドになってる。こう、口に来る香りっていうのが、1.5 分の1倍ぐらいになってる。うん。うわぁ。ダメだな、これ。うわぁ、昔の角瓶の方が絶対美味しかったよ、これ。これ確実に。うわぁ、とうとうハイボールのですらまずくなった。ハイボール専用機すらなくなったっていう。専用種でもなくなったって。味変えてくるとはな。まさかの。
あれだね。札幌の、エビスみたいなことしてきたね。100年ぐらいの歴史に、ねえ、を変えるようなことしてきたね。だってこれ1937年生まれだね、これ。まあ、約100年だ。うわ、すっげえスムースになってる。もうダメだ、これ。企画も死んだな。まだ白角の方がまだいい。まだ、ハイボールとすると、まあ、まあ、ハイボールとするとっていうか、なんていうか、あれ、白角はまあ、あれはいいんだよ。あれは、食中酒としてはいける。から、いけるんだけど、これはもう、食中酒にもならんし、で、かといって、普通にハイボールで飲むにも、なんかやっぱ物足りないみたいな感じになってるね。これダメだ。ダメ。これはもう、黒角が出るのを待つしかないね。薄くなってる。すんげえ薄くなってる。ダメだな、こりゃ。香りもやけにないもんね。やけに香り少ねえな、思う。こりゃあ、あれだね。買う価値ないでしょ、これ。これは、すごい。ハイボールにしても、ダメ。ストレートで飲んでもダメ。2322です。ご視聴ありがとうございました。